セルマット・ザーマットは、スイス・バレー州のマッターホルン山麓にある基礎自治体。スイス最高峰の麓に広がる、標高1620メートルのマッタータル渓谷の最上流部に位置する。イタリアとの国境である高さ1800フィートのテオドール峠とは、約10キロメートルの距離がある。スイスアルプスの登山口やスキー場として知られる。 19世紀中頃までは農村であったが、1865年のマッターホルン初登頂を契機に、周辺の山々への登山ブームが起きると、多くの観光施設が建設された。人口は2015年12月年現在、5759人である。地域経済のほとんどは観光業に依存しており、雇用の約半数がホテル、またはレストラン関係で占められる。 町内のアパートもほぼ半数が別荘である。常住人口の3分の1は町の出身だが、スイス国外からチェルマットへ移住する者もいる。チェルマットは舞台ドイツ語式発音に基づくかな転写で、現代の標準ドイツ語の発音では、ツェアマットに近い。チェルマットの町は、ロールダ谷周辺の谷の一つである、マッターバレーの南端にある。チェルマットは、 ペンニネアルプス山脈の高い山々にほぼ完全に囲まれており、そのうちのモンテローザは標高4634メートルでスイスの最高峰である。これに続いてドーム山、リスカム、バイスホルン及びマッターホルンが連なる。アルペンフォーサウザンダーズの多くはチェルマットとその周辺の谷近くに位置している。チェルマットの面積は 2011年現在で242.7平方キロメートルである。このうち9.5%は農業用地、4.2%は森林である。残りの土地のうち0.7%は居住区、85.6%は非生産的土地である。クライマッターホルンへ向かうロープウェイこの村は19世紀中頃に有名なエドワード・ウィンパーラ。 イギリス人の登山家によって発見された。マッターホルーンは1865年まで登頂されていなかった最後の山の一つであり、頂上に到達した最初の登山隊は滑落により7人のうち3人のみ生き残るという悲劇的なものに終わった。この話はマッターホルーン博物館で紹介されている。チェルマットはフランスのシャモニーに通ずるオートルートや パトロイ氷河を含む山へ向かうハイキングの出発地点である。ロープウェイトリフトは、冬季にはスキーヤーを、下機にはハイカーを運んでいる。これらの中で最も高い目的地は、標高3883メートルにあるクライマッターホルンである。チェルビニアロープウェイ駅経由で、イタリアへと横断することも可能である。壮大なラック式鉄道のゴルナーグラート鉄道は、 3089メートルにあるゴルナーグラーとの頂上まで走る。ツェルマットはサンモリッツとを結ぶ氷河急行や MGB の西誕駅でもある。電気自動車町からのマッターホルンの視界を悪くすることにつながる待機汚染を防ぐため、町の全域では内燃機関を搭載した自動車の乗り入れは禁止されている。そのため、セェルマットの自動車のほとんどは、 電気自動車であり、騒音もない。電気自動車は地方産業のために許可されている。区警察は住民が郊外で運転、駐車する許可を出すことができる。救急車両や自治体の自動車も内燃期間の使用が許されている。セルマットで運転されている自動車には、主要鉄道駅からホテルまで観光客を運ぶ、ホテルによって提供される小さな電気シャトルを含む、 これは4つのセルマットの主要会社によって運営される電気タクシーや2路線の電気バスがある。ホテルによって運営されていたり借りることのできる馬車も存在する。セルマットへ向かう氷河急行観光客の多くは近くの町ティッシュからアプト式鉄道でセルマットへとたどり着く。また鉄道はスイスの主要鉄道線が通るフィスプやブリークの谷からも セルマットへ乗り入れている。街にはヘリポートもあり、地元のヘリコプター会社エア・セルマットがアルプスの救助活動を行っている。2007年にはプロジェクトグループが地方交通網の開発に向け交通機関を評価するために結成された。この研究の結果はセルマットインサイドの2007年12月号にて公表された。調査された6つの機関はコースター、 ケーブルカー、メトロ、動く歩道、ゴンドラ、そして、電気バスである。ゴルナーグラート駅、標高3100メートルゴルナーグラートは、ゴルナーグラート鉄道によってアクセスでき、29分で、リッフェルアルプ、リッフェルボーデン、リッフェルベルクを経由して、ゴルナーグラート山頂に到着する。頂上には、改装されたホテルやレストランがあり、ショッピングセンターも提供されている。 リッフェルアルプ駅はリッフェルアルプトラムと名付けられた短いトラムによってリッフェルアルプリゾートと結ばれているロープウェイはホッタリーからローテナーゼまで走るこの最後のリフトは無料エリアを走るが山腹にちょうど良い雪が積もりスキーが可能である可能性は低いこのエリアのリフトは一般に2月下旬か3月上旬にオープンするロープウェイは 年中無休で営業しており、リフトも取り替えが検討されている。ゴルナーグラートの真下のホッタリーからケランシーへの新しいスロープは、ロートホルーンからゴルナーグラートへ結ぶため、このリストと交換した。セルマットの人口は5759である。2008年現在、住人の35.9%は外国人である。ここ10年にわたり、 人口は6.4%の割合で変わった。この変化のうち、マイナス3.2%が移住、7.1%が死亡や誕生によるものである。2000年現在、人口のほとんどはドイツ語を母語とし、2番目にポルトガル語3番目にイタリア語が続く。また、226人はフランス語を、数とはロマン主語を話す。2008年現在、 人口の51.6%は男性、48.4%は女性である。人口のうち1840はスイス人、男性、1166人は非スイス人、男性、1837人はスイス人、女性、985人は非スイス人女性である。また、2000年時点で2214人はツェルマットで生まれ、 住んでいる。720人は同じ軍内で生まれ、774人はスイス国内で、2039人はスイス国外生まれてある。2000年現在、子供とティーンエイジャーは21.3%、大人は70.2%、年配者は8.5%を占める。2000年現在、自治体には、独身、未婚者が2763人いる。 2830人は既婚者であり、207は未亡人、188人は離婚者である。2000年現在、2441人は家族を持っており、家族には2.2人がいる。1人や5人以上の128世帯を含む921世帯が存在する。2000年時点でアパートの住人のうち2167人は永住者で、 1890人は時期限定、103人は空き家である。2009年現在、新しい住宅の居住割合は、1000人中14.1人である。下記は、町の人口の移り変わりを示したグラフである。ツェルマットの職業の約半分は、ホテルやレストラン産業である。2010年現在で、セェルマットの失業率は1.9%である。 2008年現在、52人が第一次産業に従事し、23の事業所が存在する。また、567人は第二次産業に従事し、56の事業所が存在する。3957人は第三次産業に従事し、433の事業所がある。職業従事者は自治体に3841人住んでおり、 このうちの44.6%は女性が占める。2008年時点でフルタイム労働者は4261人であった。このうち第一次産業は20人、第二次産業は538人、第三次産業は3703人である。2000年時点で744人が自治体内に通勤し、89人が自治体の外へ通勤していた。 労働人口のうち7.1%は公共交通機関を2.6%は自家用車を使用している。ありがとうございます。